バイクの修理をしています。はい、まず、どこをするんですかね。キャブの、キャブ、はい、洗浄ですね。はい、キャブの洗浄と、はい、オーバーフローしてるんで、そこら辺のパーツの交換する、ね、交換と、リアショックをオーバーホール、オーバーホール、これ違うやつです。あ、これ違うやつこれオーバーホール、違うやつですね。これ金付けしてるやつ。私今日あの ETC カードをですね、はい、新しいの入れ替えました。あ、はい、更新が来た。はい、更新しました。はい、これリモコンカメラ映らないんですよ、一瞬しか。で、またこう途中で押すとこうまた見えるんですよ。で、あとあのブレーキホースをここオイルがここ漏れてたんですよね。なんで延長する、延長、はい、5センチ延長、5センチ、こういう感じでベオーっていきますね。 R がこう、はいはいはい、それぐらいですかね。とりあえずそれぐらいですね。あとオイル交換で、あの今日あの何やったっけ、 NHK じゃなくて、あの何やったっすか、ジェット、ジェット、あの日本郵政のですね、そうそう、今話題の日本郵政の、はい、あのドレンボルト、ドレンボルトを、これドレンボルトはこれでいうココですかね。いや違うっす、ココじゃないですよね、見にくいっす、はい、あーそこです、この奥、あだからこのマフラーを取らないと交換できなかったの、基本的にはダメですね。もうあれに変えるとドレンボルトももうマフラー取らなくて、はい、大丈夫ですね、大丈夫になるんですか。す以上、はい、修理の修理予定は、予定ですか、予定、予定でいいです、もう予定は未定でいいんで、はい、あの大丈夫です、9月くらいからしか乗りません。暑いんで、9月までに頑張ってやるんです、はいはい、もう暑いんで、もう、はい、あまり無理せんでください。本当に暑いんです。じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、はいはい、ありがとうございました。はい。